雪国で暮らす私たちにとって除雪はとても大切ですよね。札幌市では大雪になると一晩におよそ1000台の除雪車が出動、実に3000人もの作業員が関わっています。今日の札幌ふるさと再発見は、冬に活躍する車を通して除雪のことを少しだけ考えてみましょう。タイヤショベルにロータリー車。今月初旬、東区のツドームで冬の働く車博が開催されました。除雪についての理解と興味を深めてもらうために、札幌市建設局が主催した今年初開催となるイベントです。普段見ることのできない除雪車を間近で見てもらうことで親しみを感じてもらえたらなと思っています。札幌市は毎年約6メートルもの雪が降ります。人口が100万人以上の都市で、これほど雪が降る土地は世界にも他にありません。こちらは高所作業車の体験コーナーです。安全ベルトをしっかりつけていってらっしゃい。上からの景色はどうですか？怖いね。最大12メートルまで上昇し、およそ4階建ての高さを体験していました。他にもタブレットで除雪車を運転している気分を味わえたり、お子さんのミニショベルカー体験など楽しみながら学べるコーナーも充実していました。楽しかった。ひときわ歓声が上がったのはメインイベント、除雪のデモンストレーションです。まずタイヤショベルが雪山を作っていきます。これは運転席からの映像です。見てください、この見事なハンドルさばき。そしてロータリー車が先ほどの雪山を吹き飛ばしていきます。複数のレバーを巧みに操作しているのが分かります。大迫力の除雪車と華麗な技に大勢の人たちが釘付けになっていました。迫力満点。興奮しました。あんなに至近距離で見れることがないので、普段遠くから見てる車なので、いざ近くで見るとすごい迫力もあるし、頼もしいですよね。こちらが実際の作業映像です。小回りが利くタイヤショベルで雪を路肩に寄せ、道幅を確保し、ロータリー車で雪山をかき込み、ダンプトラックに積み込みます。チームワークと繊細な技術が冬を支えているんです。私たちも雪と暮らしていくためにできることがあります。場内には雪かつブースも設けられていました。雪かつとは、みんなが協力してより暮らしやすい冬を作るための身近な活動として雪かつという名前にしています。例えば自分の家の前の雪かきだったり、道路が凍った時に砂袋というのが交差点とかに置いてあるので、砂を撒いていただけると助かります。町の除雪にはたくさんの働く車が活躍しています。雪と共に生活していくために、私たちも協力し合い、豊かな冬を過ごしていきたいですね。